大きく変化する長崎県を、しかとご覧あれ。ふるさとがぐっと身近になる、身近な長崎。5つの県立高校に新しい学科が設置されるようですね。その名も文理探究科ですね。令和5年度からの設置ということですが、一体どんな学科なんですか？高い進路目標の実現を目指し、社会でリーダーとなる人を育てる学科だよ。誰か詳しく調べてきてくれないかな。それでは拙者にお任せくだされ。県の担当者にお話を伺ってみるのじゃ。竹之内さん、文理探究科の設置の狙いについてご教示願いたい。はい。変化のスピードが速い現代社会では、複雑で多様な答えのない課題が次々と生まれており、こうした課題の解決に取り組む力が求められています。文理探究科では、自ら課題を発見し解決を目指す探究型学習に、文系理系の枠を超えて取り組み、科学的思考力や国際性など、これからの社会で必要な資質能力を身につけることができます。学科の特色について教えてくだされ。大学や企業などと連携した探究型学習が充実していて、国内外の大学や高校との異文化交流など特色あるプログラムが実施されます。三佐五郎さん、探究型学習の現場を覗いてみてください。では早速行ってまいる。長崎北洋大高校と長崎大学水産学部による探究型学習の合同研修、大村湾で釣り上げたフグの毒性について調べたり、船が進む際にかかる抵抗値を計測したりするなど、様々なプログラムが実施されました。今回取り組んでいる探究型学習の内容について教えてくだされ。はい。今回のプログラムは、科学的に探究する方法を学ぶことを目的としています。長崎大学水産学部の先生方に協力をいただいて、8つの実習コースを準備していただきました。物理、化学、生物、それから情報科学といった多岐の分野にわたります。生徒はその中から自分の好きなものを選んで実習を受けることになります。生徒たちは自ら決めたテーマの解決に向け、みんなで協力しながら積極的に学習を行っています。普段の学校生活の授業じゃできないことも多く、初めてやることも多かったので、このプログラムを通して私の学びはさらに深めることができました。今後はこの経験を生かして、その一筋縄じゃいかないような問題でも解決していきたいと思います。班のみんなとテーマに沿ったことを調査するのがすごく楽しかったです。粘り強くこう考え続けることの大切さを改めて感じました。学校では扱えない薬品や器具を扱うことができ、とてもいい経験になりました。その経験を将来に生かしたいです。探究型学習はこれから社会で活躍していく若者にとって大切な学びとなるようじゃの。ここで一句。答えなき未来を開く探究心。令和5年度に5つの県立高校に設置される文理探究科、受験の際は普通科との併願もできます。詳しくは県のウェブサイトをチェックしてください。文理探究科でしっかりと学んでもらいたいね。しかだけに。